どうもルノです。今日はですね、私の、撮影部屋でのドレッサーを紹介していこうかなと思います。撮影のお部屋がねちょっと変わりまして、まあ、それに伴ってねコスメの収納とかも整理して、であとなんか落ち着いた感じだったので紹介していきたいと思います。レッツゴー。まず最初にこちらのドレッサーなんですが、こちらはイケアで購入いたしました。この上の部分が若干ガラスな感じになってるドレッサーですね。奥行きは41センチか2センチで結構スマートな感じで、横が120センチでちょっと大きめかと思います。で、私はドレッサー兼作業机なので、こんな感じでカメラだったりパソコンとかも置いております。ドレッサーの中がこんな感じになります。うん、だいぶ収納されてますね。まあエリア的にはこの辺がハイライト系と、ここがチーク、リップの、まあ、このちょっと短めの長さのものと、あとアイシャドウですね。あとここにもアイシャドウだったり、あとここ単色アイシャドウがいます。あとはここがねシェーディングとかだったり、ちょっとこうペンっぽいアイシャドウ系のものはここに入れております。で、私引き出しの中トレイを買ったので、これ結構仕切られてるんですけど、もともとはね何にもないものになっていて、今ちょっとお見せしますね。もともと開けたらこんな感じの状態なんですよ。ベルトっぽいのが1枚入ってる感じになるんですけども、まあさすがにこれだとね何もできないので、ちょっとこうトレイを入れていく感じになるんですけど、結構購入されてる方は多いんだけど、引き出しの中の寸法を調べても出てこなくって、全体の縦幅とか横幅は出てくるんですけど、なんか引き出しの中はね出てこないんですよ。そうだから、もしね次買う方がいたらちょっと参考になるかなと思って、ちょっと今測ってきますね。一応ちょっと私のざっくりサイズなんですが、引き出しの中が横が106いかないぐらい、106ピッタぐらいですね。で、奥行きが34かな。なんかこの奥行きだけは公式に出てた気がするんですけど、この横幅がねどうしても出てなくて、まあ、ちょっとこんな感じで参考になったらいいかなと思います。まあ、収納トレーは主に私3種類使ってるんですけど、ちょっとケース紹介していきます。で、主にコスメなんですけど、コスメはねこれ1個でなんとかなりました。このダイソン整理トレーの仕切り板2枚付きのものですね。ちょっと隙間はあるんですが、全然私は気にならないぐらいの大きさでしたね。こんな感じの仕切りの2枚が付いてて、で好きなところにこう仕切りが付けられるので、まあ、これはね、まあ便利でした。で、私が実際どういう風にこれらを収納してたかっていうのを、ね、ちょっと今からやっていきたいと思います。まず最初なんですが、このハイライト系のコスメたちですね。で、仕切り板が2枚あったので、こんな感じで使っております。で、ここですね、コスメの重さでねちょっとこの仕切り板倒れちゃうので、こういう風にセロテープで貼っております。こんな感じでね立てかけるようにしております。ちなみにここのシール剥がさないのって感じなんですが、なんか1枚剥がした時に綺麗に剥がせなくてビリビリになっちゃったんですよね。そうだけど、基本的に見えないならいいかなということで、こんな感じで見えないようにやっております。こんな感じで入りました。で、ちなみになんですけど、こんな感じで仕切りがなくって立てかけないものとかだとめちゃめちゃ、ね、取り出しづらいんですよ。そうで、何がどこにあるかっていうのがパッと見わからないので、まあ、なるべくこういう風にね仕切りを置いて立てかけるようにはしております。で、続いてもまたハイライトと、これアイシャドウペンシルなんですけども、こんな感じで入れております。これシェーディングとアイブロウのパウダーですね。ラメ系のアイシャドウが入ってます。その横はこんな感じで単色アイシャドウたちですね。これはねやっぱかけておいた方が一目で分かりやすいので、こんな感じで置いております。で、続いてがこんな感じで、ちょっとこう同じような系統のアイシャドウをのせといたらすごい統一感出るかなと思って、こんな感じでのせております。ここのね奥の部分、ここはね正直何も入れてないです。入れてもねちょっと取り出しにくいんですよ。
そう、なんかちょっともったいないんですけど、ここはね何も置いてないです。なのでこんな感じでね、仕切りが余ったものとかはこういう感じで入れて見えないようにしてます。ここから先の部分はコスメじゃないので、ちょっとまた後で説明していきます。で、そしたら次こっちなんですが、こっち側はチーク類ですね。チークとリップとアイシャドウ系はめちゃめちゃ増えてくるので、こんな感じでガチャガチャとこう探せるようにはしてますね。リップ類をここにパンって入れます。ちなみにね、こう奥の方にめっちゃ詰めた時に隙間こんぐらい、私はね全然気にならないです。うん、特に縦もこんぐらいの可動域なんで全然動かないですね。あとはリップで、リップもかなり多いので、こんな感じで短いものたちは仕切り板1本置いて、こんな感じで2つに分けてます。でこっちとこっちで特に何か分けてるわけではないです。あとはアイシャドウ系はここに入れております。ほらぴったりです。めちゃめちゃなんかすっきりしますよね。で続いてその残りの今のスペースの話になるんですけど、それがですね、まずこれを使っております。ババン、これね、ちょっとどこで買ったか覚えてないんですけど、これも確か100均だった気がします。さっきのねコスメ用のトレーと奥行きがぴったりです。うん、なのでもしかするとダイソーで買ったのかな。これをね2つ私は並べております。こんな感じで2つセットしてるんですけども、まあ、こっち側がビューラーとか試供品のものですね。あとこっちは文房具系を入れております。ここもねちょっと奥行きはまだ何もできてない状態です。でそしたら最後ちょっと隙間が残ってるんですが、それはですね、コスメを収納するケースを置いてきます。無印のアクセサリーケースになります。うん、これはねちょっと高かった気がする。こんな感じでよいしょ詰めております。でここはねちょっと奥まで入れちゃうと隙間が出るので、この奥行きはぴったりではないです。まあ、横幅も若干ね隙間はあるんですが、私的には全然気にならない、はい、こんな感じで小さいアクセサリーたちはこんな感じでどん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 入れていくような感じですね。ちょっと大きめなねアクセサリーたちも出てきます。でやっぱりこの辺の奥行きはね全く使ってないです。うん、ちょっとそこだけが心残りなんですが、ちょっとどうしていいか分からずそのままにしております。ということでパーッと見た感じこんな感じになります。うん、まあこうやって見ても割とこう綺麗に収納できてる方かなと思います。で実はこれが全部じゃなくって、もう一個収納場所がありまして、これですね、じゃじゃーん、このキッチンワゴンになります。キッチンワゴンになってるので、なんか音鳴るねこんな感じで自由に動かせることができるコスメのワゴンになっております。まあ、これもちょっと詳しく紹介していきますね。上の段がね割とコスメ系がギュッと詰まってて、下の方も棚にはなってるんですが、ここもコスメが入っております。あとは一番下はですね三脚とか撮影機材が入っております。なのでこの上2段をちょっと紹介していきますね。でまずこのマニキュアが入ってるこの台ですね、これはね確か Amazon で購入したと思います。で最初解体されてて自分でなんかつける感じにはなってるんですけど、私全然 DIY とかできないんですけど、それでもできたのですごい組み立ては簡単だと思います。あのマニキュアとかはずらーっと並んでおります。あと下2段分はねちょっとスペースがあったので、こんな感じでパレットのアイシャドウを置いてます。うん、でさすがにパレットのアイシャドウはさっきのドレッサーの中に入れちゃうとかなり幅取っちゃうので、こんな感じでもう飾っております。マニキュアのケースは幅がぴったりではないので、こんな感じで若干隙間はあります。なのでこんな感じでまたアイシャドウパレット拭いた時はこう横に並べていこうかなと思ってます。あとこの辺はブラシ系と、あと下地系ですね。このねケース、ここはね100均とかで買った気がします。これを2つ並べてますね。でここがブラシ系と、ここがこう下地系で、あとはこの辺がですねネイルケアセットな感じと、あとここが小さいブラシですね。ちょっとこの辺に入っちゃうと埋もれてっちゃう子たちはここに入れております。あとはヘアピンとか、あとゴムですね。あといつも使ってるこのコジコジの
ヘアピンを折ります。で、あとはちょっと隙間の部分にこんな感じで下地とかね、いろいろファンデーションとか入れております。基本的にこの部屋ベース系を置いてる感じですね。こちら2段目になるんですが、このケースがね、ちょっとどこで買ったんだろうって感じで、ちょっと調べてみますね。あったらちょっとお伝えします。で、これかなり軽くて持ち運びしやすいのでめちゃめちゃおすすめです。で、1個目がこういう感じで、アイブロウペンシルとアイライナー系ですね。なんか私ペンシル系はね一緒にしちゃってます。やっぱなんかそれぞれだとかなり量が少なくなっちゃうのでもったいないかなと思って一緒にしてます。あとその下はマスカラ系ですね。アイブロウマスカラとこうまつげ用のマスカラになってます。ここもね割と一緒にしちゃってます。この下はエアコンのリモコンとかが入っております。で、こっちの方がクッションファンデ系とパウダー系になっております。で、この真ん中の仕切りもね、ちょっとどこで買ったか覚えてないんですが、ちょっと分かったら言いますね。まあこんな感じで高さのあるファンデーションとかもここに入ってます。で、あとここの下は備品系になってます。こんな感じでね、まあ、メイク落としシートとかコットンとかね、スポンジとかのストックがある感じですね。で、残った隙間でここがマニキュアの落とすものだったりとか、まあ、あとよく使うスプレータイプの化粧水、これ超おすすめなんですけど、こんな感じでブラシとかをさっさっさとこう洗えるクリーナーになっております。ティッシュにシュシュってやってくる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 ってブラシで落とすだけである程度綺麗になるので、これめちゃめちゃおすすめです。こんな感じですかね。こんな L 字みたいな感じでね、撮影ができるようになっております。今ね、一応コスメがこれでギリなんじゃないかっていうぐらいの収納なので、こっから増えてっちゃってたらちょっとまた変わっちゃうかなって感じですね。まあ、さっきみたいにドレッサー奥行き使えればもっとねいろいろ入れられると思うんですけど、まあなんかそこはもう断捨離していくか、また新しいちょっとコスメケースを買っていくかって感じになるかなと思います。まあちょっとねこんな感じで最近はやっと整理ができたので、まあぜひねドレッサーとかちょっと気になるなと思った方とかはぜひ参考にしてみていただけたらと思います。ということで今日はここまでとなります。またお会いしましょう。 Bye.